はい、どうも、おねでございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。今回はですね、こちら、はい。はい、こちら、わしゃがん TV のですね、グッズ第2弾と言えばいいのかが、10月22日、昨日ですね、はい、発売されてるので、そちらを無事受け取りましたので、開封していきたいと思います。グッズの詳細とかね、細かいグッズとかは公式さんがしてくださっているので、そちらをご覧ください。私は開封したのを記録に残したいだけです。はい。では早速開封していきたいと思います。はい。これ、開いておりますもん、封が。なぜかと言いますと、今、ね、リテイク目っていうんですか？で、録画ボタンを押さずにやっていた。マイクの方のスイッチだけを、録画のスタートを押して、カメラのスイッチを押さないで開封をしてしまったので、まあ、開いてるんですけども、まあ、気を取り直してやっていきたいと思います。はい。失敗してしまった。こんな感じで入っておりまして、よいしょ、よいしょ。まあ、何を買ったかと言いますと、こちら、パーカーのホワイトの方ですね。を買いました。はい。絵柄がね、こんな感じで。バックプリントがメインっていうんですかね。はい。ね、わ、白いパーカーがあるやったーと思って買ったんですけども、よくよく考えたら、まあ、仕事には着ていけないよなっていう感じなんですよ。普通に外に買い物に行くとか遊びに行くとかであれば、着てくことは全然余裕でおねえするんですけども、まあ最近出かけないけどね。ね、6000円ね、服を買ったとしても、仕事に着ていけないような服ばっか買ってるな最近って思って、普段着る服がないなーって、同じ服ばっか着てんなーって思いました。はい、どうでもいいですね。開封していきましょう。と思って。何ちゃんとバックプリント覆ってくれるんだね。はい。はい。こんな感じ。バックプ、あ、かわいい。あ、ブクちゃんいるんだ。ちっちゃく。ブクちゃん先生が。ブクちゃん先生がいて、なんて言えばいいの？マヒア・カジタさんっておかしいな。マヒアがいて、中村さんがいると。あ、ブクちゃんいっぱいいる。こういう感じですね。バックプリントの方が。サイズがね、フリーサイズということで、あ、フリーじゃねえよ。ん？ L って書いてあるんだけど、これ。あれ？でもサイズって、ちょっと待ってね。うん。ワンサイズ。L サイズがワンサイズですね。で、買った時は、まだその着画とかを出される前の状態だったんで、少し経ってから見たら、着画をね、男性、女性モデルでやってくださってて、おー、こんな感じねーって感じだったんですけども、まあ、いい感じのダボット感で切れますよね、きっとね。ここにね。まあ、見えないんだけどね、自分が着ちゃったらね。うん。嬉しいね、ここね。なんか、ちゃんと入ってくれてると、いいね。まあ、見えないんだけどね、着てる分には。着まーす、せーの。よいしょ。はい、こんな感じでーす。いいね、かわいい。紫、前はね、別に全然着ていけるんだけどな。後ろだなぁ、このマークが。まあ、こんな感じですね。T シャツ。T シャツじゃないね。なんで T シャツさっきから言うんだろうね。パーカーです。ホワイトの方ですね。はい。で、あとこれですね。はい、こちら、フレークシールですね。はい、を買いました。柄、合計40枚入りということで、ピンバッジの絵柄だね、全部ね。こういう絵柄のフレークシールが入ってますよっていう感じらしいです。なんだろう、スマホに貼ろうかな。なんかね、もったいなくてさ、あんまり全部使い切れない印象が強いんですけどね。ちょびっとちょびっと使ってるうちに、そのうちこのフレークシールの存在を忘れて、なんか奥深くにどこかに行ってしまうっていう感じでね、使われないことが多いけども、頑張って使いましょう。あ、泣いてるブクちゃんが一人の、ブクちゃん先生が残った。でも、ブクちゃん先生の描く絵がね、可愛いですよね。これ、フレークシールどうしたらいいんだろう？並べる？同じ絵柄で。並べたところでどうなんだっていう気がしなくもないけど。まあ、飛んでった。梶田さんが。梶田さんでいいか。
はい、フレークシールですね。17種類の、40枚入りですね。はい、が全部同じなんですかね、内容的に。大体2枚か3枚ですね。1枚っていうのはなくて、かわいい、ハート。プレゼントかじた、かわいい。これは別にいらんかな。うるさいってな。はい、こんな感じでした。フレークシールがですね。はい、次。こちら、はい、ピンズコレクションですね。全17種類。まあ、同じ絵柄ですね。フレークシールと。まあ、この、種類的には3種類を買いました。タオルとかも欲しかったんですけどね。ちょっとね、悩んだ。今、アニメイトにもし行ったとしたら買ってしまうかもしれない。まあ、何が入ってるかわからないっていう、開封の醍醐味ということで、こちらを2個買いました。誰が出るかですね。何が出るかですね。まあ、欲しい絵柄としては、まあ、これはいらないよね。ちょっと申し訳ないですけど。欲しいだけに、欲しい。別になんかこのちょんまげ系は別にいらんかな。このなんか、あれか、兜かぶってる系も別にいいかな。開封していくよ。久しぶりの開封だね。最近買ってなかったからな。はい、開封していきます。極論言うたら、ここが出なければどれが出ても嬉しいですね。はい。では、いきます。一つ目。どうやってか。こうやって開封する?こうやって、こうか。ちょっと待って。ん?一つ目。なんか気になっちゃう。あ、ブクちゃんだ。ああ、スタンダードだ、歯茎のブクちゃん先生でした。一つ目。なんか思ってた以上にピンズが大きいですね。なんか手のひらに対してこんな感じ。フレークシールに対して、なんか一回り大きいぐらいかな、ピンズの方が。かわいい。いいな、ブクちゃん先生いいよね。かわいいよね。こんな感じでした。ってなるとな、まあ中村さん来てほしいですけどね。中村さん、このプレゼントがかわいいな、カジタさん。ハートでもいい。プレゼントかわいいね。はい。ここ来ないでくれほしいんですけど。いいね。楽しいね。何が出るかわからないところは楽しいですね。やっぱり。このワクワクがいいよね。はい。二つ目。せーの。はい。あ!あれ?あ、うん。中村さんだ。嬉しいっす。中村さんでした。よかった。これでね、こっち来たらちょっと、うんってなるからさ。中村さんでした。で、なんでうんって思ったかっていうと、なんか全部スタンダードな絵柄なんだな。両方ともね。スタンダードなお二人の顔が来ました。中村さんでした。嬉しい。やばいな。今アニメイトに行ったら、買ってまうな。これをね。やっぱ何が出るかわかんないってところがやっぱ楽しいですよね。あ、後ろにおしゃがな TV って書いてある。やっぱちょっと大きめだよね。ですよね。フレークシール開けたからかもしれないけど、よかった、中村さん来てくれたよ。こうなってくるとな、カジタさん欲しいんだよなって思うんだけどさ、このカジタさん欲しいな。ちょっと持ちづらい。はい、こんな感じでですね、今回わしゃがな TV の第2弾と言えばいいのか、グッズが、こう予約をしていたものが届いたので、その開封をしてみました。一応ね、欲しいものがね、出てくれたので嬉しいですね。そしてパーカー。あ、裏起毛じゃないんだね、そういえば。今の季節、春先とかかな。まあ、白いからね、汚さないように気をつけて着ていきたいですね。はい、どんだけ白いパーカー買うねんって思うんですけど、ね、はい、そんな感じでグッズを開封してみました。よかったらね、皆さん、アニメイトとか、ブービックの通販サイトとかでもね、まだ買えるものもありますので、よかったら購入してみてください。
はい、ここまでご視聴いただいてどうもありがとうございます。今後もですね、開封動画とか、そろそろね、ちょっと様子を見つつ、どっかね、ドライブとかも行きたいなと思っていますので、よかったらチャンネル登録をしてる、よかったらチャンネル登録をしていただいて、また次の動画も見に来ていただけると嬉しいです。バイバイ。